シュロガヤツリは、大型のカヤツリグサ族の一種で、観賞用として栽培され、気化植物としても繁殖している。シュロガヤツリは、単子用植物、カヤツリグサかカヤツリグサ族の植物である。多年生草本で、背丈が1メートル程度、時に、それを超える大型の植物である。地下茎は、ごく短く、横に生い、密生して、家茎を出す。 根室用は鞘を作るが用心は発達しない。家系はまっすぐに立ち、断面は丸みを帯びた三角で、艶のある深緑である。家系の先端からは、多数のツトが出る。ツトは、細長い養生で、剣のようにまっすぐに伸びる。ツトは、長さ10から20センチメートル、これが林生状に、ほぼ水平からやや斜め上に、上から見ると放射状に広がる。そのため、 細長い茎の先端に葉を広げたヤシの樹形のような姿となる。この部分の形を白の葉に見立てたのが和名の由来らしい。果樹は、との中心から、あるいは、そこから伸びる細い果樹枝となり、それぞれの先には、少数のコボが手のひら状につく。穂が未熟な間は、まるで緑色のコンペイトをお皿に盛り付けたように見える。成熟するにつれて、柄が伸びて、 紅葉の間からやや垂れる。こぼは長蛇円型で、長さ5から10ミリメートル、扁平で、茶化色。食。片には短いのぎがある。花中は3。湿地に生える。根元は水に浸かるか、それに近い程度の水気があるところに生育する。原産地はマダガスカルである。日本では本州南部以南で気化している場合がある。河川敷などに群生を作る場合もあるが、 それほど激しく反もしてはいない。観葉植物として持ち込まれたもので、現在もそのために栽培されることが多い。大柄で体寒性があるため、路地栽培されることが多い。野外への移出もこのためにた安かったものと思われる。神ヶ谷釣りもよく栽培されるが、養生の都がない。ありがとうございます。